ご飯の量を減らすと体重は減りやすい。単純に水分の問題。夜ご飯食べてる人は太ってるかというとそうじゃない。時間だけの問題じゃないんじゃない。量の問題。ご飯をしっかり食べている方、おついじの悩みがあまりない。食べて輝く美女になれ、ラテムチャンネルへようこそ。今日はご飯、お米のお話をしたいと思います。お米を食べても太らないというのはずっと私も言ってきたことなんですけれども、ご飯を食べたら太るんじゃないかって思っている人がまだまだ多いっていうのと、実はですね、フジテレビさんのほんまでっか TV という番組で2月21日の水曜日、お米の特集があるんです。そこにですね、私がお米の栄養評論家として出演することになってまして、その内容も含めてお話をしたいなと思っているので、よろしくお願いします。お米に関わるお話なんですけども、皆さんなんか迷信というか常識的に思われているのが、ご飯を食べたら太るんじゃないかって思ってるっていうところですよね。だからまずはご飯を食べても太らない。糖質制限とか炭水化物抜きのダイエットがものすごくやっぱり流行ったところもあるので、どうしても皆さん控えてしまいがち。ご飯の量を減らすと体重は減りやすいっていうこともあるんですけど、単純に水分の問題なんですけどね。ご飯って水分量も多いので、食べて寝て翌朝体重計乗ると増えてるよっていう単純な話。ただ体の水分量が増えたからといってそれは太ったということにはならないんですよね。だから体重計とばっかりこうにらめっこをしてると痩せないよっていうのも、まあ、これまで何度か言ってきましたけれども、ご飯が太る誤解の一つは体重だと思います。意外とご飯を食べた方が腹持ちもいいし間食が減るっていう意味で言うと、間違いなくご飯をしっかり食べておいた方が痩せやすい。だって当たり前ですけど、お米ご飯の100キロカロリーとお菓子の100キロカロリーはイコールではないっていうことなんですよね。だからカロリーだけ見てもイコールって思っちゃうと、なんかあ、だったらスイーツ食べたらその分ご飯減らしとけばいいよねみたいなことになりがちなんですけど、ご飯さえ減らしておけばお菓子はどれだけ食べてもいいというような逆の発想にどんどん行っちゃうと、無駄なものが増えて太りやすくなるっていう流れもありますから、ご飯はしっかり食べた方がいいということを皆さん覚えておいてください。もう一つ皆さんがなんとなく誤解しているところっていうのが、寝る前にご飯いっぱい食べて寝ると太るんじゃないかっていうことなんですけど、次にご説明したいのは、寝る前に食べても大丈夫。だから皆さんが夕食のご飯の量を減らすのがダイエットの基本みたいにやっぱり思ってるところってあるんじゃないかなって、まあ、特にね、お酒を飲む方は締めのご飯物はやめておくみたいなのは今結構常識的だと思うんです。まあ、もちろんお酒を飲むか飲まないかっていう問題はありますけれども、ただご飯を控えておかずだけにしてしまうと食べ過ぎて痩せなくなるっていうパターンもあるし、おかずが多くなると塩分過多になりがちなんですね。塩分を取りすぎることによってむくんだりとか血圧が上がったりとか、あとは単純に体の水分代謝が悪くなったり、体に良くないよっていうこともあるということなんですね。だから適度にご飯を食べることによって塩分を控えたりとか食べ過ぎを防いだりとか、実は夜ご飯もちょっと食べた方がいいんじゃないかなっていう方も結構います。夜ご飯食べてる人はみんな太ってるかっていうとそうじゃない。夜はご飯をしっかり食べても痩せてる人もいます。ってことは時間だけの問題じゃないんじゃないか、全体的な量の問題。だから寝る前であってもちゃんと食べた方が意外といい。ご飯を減らしすぎてしまうとお腹が空いて眠れないとか、睡眠の質っていうのが悪くなって糖の代謝が落ちて太りやすくなる。だから夜のご飯も大丈夫っていうふうに皆さんには思ってほしいと思います。もう一つ、お米はお通じにもいい。
便秘で悩んでいる方結構いらっしゃると思うんですけれども、最近はね若い男性の方でも結構お通じ気にしてる人増えてる。で、皆さんがお通じのためにしっかり食べた方がいいって思ってるものはいくつかあると思うんですけど、食物繊維ですよね。で、実は食物繊維もご飯である程度摂ることができますね。ちなみにですけども、レジスタントスターチって言ってご飯を冷やして食べるとご飯のでんぷんが一部食物繊維と同じようなものに変わるって言われているので、白米だけど冷やすと食物繊維も取れるよ。あとは何といっても女性の便秘で一番多いのは便の傘になるものを食べていない。これがすぐ食物繊維だけと考えられがちですけれども、水分だったりとか糖質だったりとかそういうものも必要になってきます。いわゆる便のかさ増し、ご飯をしっかり食べておいた方が胃も落ち着くし腸も蠕動運動しやすくなる。で、実際に私もいろんな方のお食事見ますけど、ご飯をしっかり食べている方っていうのはお通じの悩みがあまりないんですね。だからお通じで悩んでいる人こそご飯の不足っていうのを見直してもらえたらいいんじゃないかなって思います。今日はお米、ご飯の話をしてきました。お米は太らない。他の主食類よりも腹持ちが良くて食べ過ぎを防げるっていうポイントもありますね。あと2つ目は寝る前に食べてもそんなに問題ない。あまり控えすぎないっていうことですね。お腹が空いて眠れないっていうのも困りますし、しっかり食べた方が眠りやすい。で、しっかり眠れると糖の代謝も上がるということもありますよね。最後はお通じに関してです。腸内環境を整えて便のかさ増しにする、夜ご飯を食べた方がお通じは整いやすいということなので、ぜひ皆さんご飯をしっかり食べてみてください。今日は皆さんにお知らせです。2月21日水曜日21時夜9時からフジテレビほんまでっか TV でお米の栄養評論家として出演する予定です。ぜひ皆さん見てくださいね。では少し私の自己紹介をさせていただきますね。私はこれまで、クリニックやスパいろいろなところで栄養指導食事のカウンセリングの仕事を33年間してきました。ダイエットとか、美肌だけではなくて、フェムケアとか、メタボ対策、睡眠ケア、メンタルケアについても食事で改善するっていうことを提案してきました。これまでそんな内容をまとめた本を、65冊くらい書いてきたんですけれども、その中でも書いてこれなかったことなどをこの動画では紹介したいなと思っております。皆さんぜひこちらのチャンネル、登録していただきたいと思いますし、高評価あとコメントもお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。あと個別に栄養相談、自分のお食事をちょっと見てもらいたいという方は、概要欄から、LINE の方にご連絡をいただければと思います。よろしくお願いします。